ニュースです。韓国に無礼、ブラジル代表ダンス騒動に妙語論。元サッカー米国代表アレクシー・アラス氏がワールドカップカタール大会でのブラジルのゴールパフォーマンスを擁護したと複数のブラジルメディアが2022年12月6日に報じている。ゴール後のダンスパフォーマンスに対する韓国に無礼など非難の声を受けた発言だったとされる。また地元メディアもダンスは創造的な自由の精神を反映したものと主張した。